はい、車を買って調べてみたチャンネルのひでさんです。今回こちら新型アウトバック X ブレイクに乗って、街乗り走行しながら、夜間の、走行状況をお伝えしていきたいと思います。さあ、コースとしましてはいつもの街乗り走行のコース、ハーバーランドに向かう途中、ポートタワー周辺を走り、モザイク周辺、そしてハーバーウェイに乗ってポートアイランドの方に一度向かい、そのまま、遊覧して帰ってくるというコースとなります。もし、この動画が気に入りましたら、ぜひともグッドボタンを押してまた見てみたいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録して次回の動画も楽しみにお待ちください。購入した店舗は兵庫スバル、スズラン大店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。ありがとうございます。店舗のリンクを貼っておきます。現在、ヘッドライトに関してはオート、そしてフォグライトをつけた状態でただいま運転しております。結構今9時過ぎぐらいの街中を走っている状態です。で、左折時の、時にいつも思うのが、スバルの車の場合、窓の左側の開口部と、そして、左下の三角窓ですね。そちらがすごく大きく取られていることによって、見やすくなっております。よく左折時、横断歩道等におられる人が、物陰に隠れたりとか、走っている時のピラーに隠れたりっていうのが起こるんですが、スバルの場合、僕の感覚ですが、窓が大きく取られていることによって安心して車を動かすことができるのかなというふうに感じます。さあ、今ホテルオークラの方に向かっていきます。今メリケンパーク前かな。オートのライトに関しては一度レバーを押してもらうとオートになります。で、再び引けばオートは切れます。基本的には街中で走っている時にはオートハイビームはあまり発動することは基本的にありません。そして一応、アウトバックといえばフォグライトあります。今回は、オプションの設定でつけていませんが、イエローフォグがオプションでつけることができます。今回そのオプションのイエローフォグに関しては LED になったことによって、先代に比べると、高くなっております。調光もできるようになっています。イエローと白両方、確かディーラーオプションで選べる、フォグライトというふうになっております。まあ街中であっても比較的環境の光に負けるようなヘッドライトではないかなというふうに感じます。今はモザイク周辺の海へに、ハーバーランドの海へに来ております。ここからハーバーランドオートハイビームについてはトヨタさんの場合は反応よく出たり消えたりとかするんですけども、日産の場合は本当に暗い時にパッとこうついたりとか、各メーカーでその辺の見せ方っていうか、考え方が違うんかなというふうに思います。スバルの場合もどちらかというとそんなに頻発してオートでそのハイビームになることっていうのは少ない方かなというふうには思います。では今からバイパス方面に向かっていきます。やっぱまだこの中、街中なのでヘッドライト等はあまり走行中にならないですね。結構暗めなんですけど、買おうと思ってる人
S シャープで走ったら本当にね、走行のキレがいいっていうふうに思うと思います。で、仙台からの乗り換えの人からしてもこの S シャープの反応については僕は結構満足できるんじゃないかなと思ってます。なんて言ってもね、300ニュートン出るこのセッティングがすごいので、まあ、リニアトロニックっていう CVT の機構なので、その辺、ね、ネガティブに思われている方おると思うんですけども、スバルのリニアトロニックは本当に他社を圧倒する CVT の作りかなというふうには思います。あ、今はい、なった、ハイビーム状態一瞬になりましたね。でも今橋桁の照明が入ったので、切れましたね。絵として言うとコントラストがきつい環境下で結構、どうしたこの軽トラ、出たり消えたり、あ、また今はいになった。これ何を基準にしてるんやろ。車が見えない状況になった時にハイビームになるような印象がありますね。で、今赤信号になるし、手前ぐらいで、あ、でもまだハイビームになってる。さあ、止まりますよの時にはハイビーム切れるんかな。切れましたね。今5キロ以下になったらハイビーム切れました。なるほど。今回のね、ハイビームね、LED ね、やってからね、距離がね、結構長く感じます。車の足元が結構照らされてるんじゃないかな、というふうに思います。で、あとは後ろについては、今から別の絵を差し込んで、テールランプとは見せておきます。以上、こんな感じでなります。で、今回のアウトバックからラゲージの方に入っているテールランプの部品の方にもライトが入ってます。前よりちょっとね、先進的な印象のある細いラインの入り方がいいんじゃないかなというふうに思います。神戸大橋のここの赤いところをくぐるのが個人的には大好きです。ではちょこちょこまとめていきたいと思います。そうそうそう、ほんとね、夜間乗ってて思ったのは、やっぱ仙台と僕は比べてしまうところにはなるんですが、かなりヘッドライト周り等は明るく見やすくなってます。走行距離も非常にあるので、さすが SUV とね、雪道等で走られる方にとってはそのヘッドライトの見え方も命取りかなというふうに思うので、これはいいんじゃないかなと思うんですが、やっぱりあれですよね、雪国の人は LED ではなくて今までのハロゲンの方がいいっていう話も聞くので、もしオーナーさんの方で、雪の時どうやったかとか、もし分かる方おられましたら、ぜひとも、コメント欄にその情報をいただけたら嬉しいです。これから購入ね、考えられている方々にも良い情報になると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。いやー、僕は本当にこれね、旧型から考えると、仙台の BS9 から考えるとね、本当僕は気に入ってます。ただね、やっぱエンジンの話になってきた時には気になることはもちろんありますが、まあ、それをどう捉えるか、何を良しとしとくかっていうのが結構僕はこの車に対しての印象の折り合いのつけ方のキーになるかなというふうにも思っております。今回はこの辺で以上にしたいかなと思いますので、また次回の動画でお会いできたら
いなと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。皆さんの良き相棒が見つかりますように。ではまた、バイバイ。